森屋神社は長野県岡谷市川岸東橋玄区にある神社。旧社格は孫社。諏訪地方の伝承に登場する森屋人を祭神としている。創建年代は不詳。現在天竜川から約200メートル離れた場所にあるが、本来は川のほとりに立っていたと言われている。現在地の周辺には縄文時代に遡る複数の遺跡が確認されている。 当社の西南側にある、京塚遺跡は一時、森谷人の住居跡と信じられていたようである。地域に伝わる諏訪明字に入り主伝承によると、先住の国つかみの森谷人が諏訪に侵入しようと、していた竹見田人と対抗して争ったが、戦いに敗れて降伏した。竹見田人に仕えるものとなり、諏訪大社乗社の鮭森谷氏の子祖となった。中世に書かれた文献においては、 諏訪明神とも谷やが争った場所をも谷さんの麓とされているが、天竜川のほとりを両者の戦場とする遺伝は、江戸時代の伝承記録に見られる。現在はも谷神社と三沢区にある藤島神社が二柱の神の陣地の跡と一般的に認識されている。なお、当社はもともと花岡村に鎮座し、この村から、 橋原村に移住した花岡市を伴って、先座されたという言い伝えもある。本殿を覆う、大屋言い伝えによると、森屋社は、もともとは、天竜川のほとりにあった。境内にある藤の木が、対岸の藤島神社の藤の木と絡み合い、大きい橋に見えるほど繁もしていた。漢文年間の頃、諏訪藩主は、天竜川のホタル遊覧のため、藤を切り払うように命じたが、 人々は、神のたたりを恐れて切る者がいなかった。新屋敷の小石開門という傲慢な人が、山役の両二人分を条件に藤を伐採したところ、間もなく気がおかしくなってしまった。京都の吉田家に祈祷してもらい少し収まったが、ある日、祈祷の札を頭に乗せて、家を飛び出し、半の木という産業で突然倒れて死んだ。 神罰を恐れた人々はその場所に紙札を祀って、沈め大名人と名付けた。命令を下した藩主にもたたりがあったため、お詫びに城内で祠を作らせて奉納することにしたが、あまりにも大きすぎて大手門を出ることができなかった。やむなく少し縮めて奉納されたのが、現在の本殿であると言われている。この際に当社を現在地へ潜座し、 藩主が新地面を寄付した。それ以降は、当社が諏訪藩主に厚く数計され、明治維新期の廃藩置県まで霊祭は藩主によって行われた。霊言荒たかな神とされ、特に賛父が底抜けの秘釈を堅納すれば安産ができると言われている。なお、諏訪大社との深い関わりから、大子その折り端と同じ太さのものを許されている。 森屋大臣を旧指導者から約300メートル離れた位置にある石碑。碑名は、神長官、森屋実験の記号によるもの。先座記念碑によると、もともとは森屋大臣の住居跡にあったが、昭和53年に中央自動車道の建設事業により、現在地に移された。1、北緯36度02分56秒、統計138度02分05秒。 北緯36.04889度、統計138.03472度、36.04889、138.03472流弦山の神森や神社から約 1.3km 離れた岡谷市港にある祠であり、昔は、左山の神と呼ばれていた。祭神は、大山み神。当地の伝承によれば、かつては、 モリア人がこの周辺にあった部落の人々に、うぶすながみとしてあがめられていた。二十数軒もある部落であったが、立地条件に恵まれていないため、明暦の頃から、人々がだんだんとここを離れ、よそへ移動していた。花岡生を名乗る一軒が、隣の橋源村へ引っ越した際に、ここに祀られていたモリア人を、橋、原の方に潜座し、その社の後に山の神を祀って、 松の木を植えた。木の枝が栄えたため、しだれ山の神と呼ばれるようになったという。中央道の通過により、その工事を道路として拡幅があり、旧地から一段上へ移転された。1、北緯36度03分09秒、統計138度02分53秒、北緯3 6 0 5 2 5零度、統計138.04806度。 36.05250138.04806ありがとうございます。